雑談チャンネル。皆さんこんにちは。いつも名曲チャンネルご覧くださってありがとうございます。今日は音楽についてというかバイオリンについてのご質問に答えていこうかなと思うんですけれども、同時に2つ関西弁で話してくださいっていうものをいただきましたので、もちろん大阪生まれの大阪育ちのコテコテの関西人なので、今日はちょっと関西弁で話していこうかなと思います。いただいたご質問とかコメントを読んでいて、ご覧くださってる方のちょっと関西弁難しいですね。ここなんか日常は関西弁のはずなんですけどね。そう、私のチャンネルをご覧いただいている方で、趣味でバイオリンを習われてるとか、大人になってからバイオリンを始めた方とかすごい多いなと思って、そういった方からのご質問がバイオリンに関する持ち方のことだったりとか、一から基礎から教えてほしいですみたいな方が結構いらっしゃったので、そういうのをこれからこの雑談チャンネルで少しずつやっていこうかなと思います。基本的にバイオリンは1対1で先生に習うことからスタートしていくので、個人で皆さんそれぞれが疲れている先生がおっしゃることがまず第一なので、その先生がおっしゃることとこの動画で私が言うことがちょっと違ったりとかすることも絶対、音楽って正解はないので、そういうズレは絶対あるので、その辺を自分がいいなって思うものをチョイスするように皆さんにはお願いしたいなって思っております。本当に正解がないので、あれはおかしいとか間違ってるとかそういうのはなくって、その人それぞれの出したい音だったり表現したい音楽をするためにフォームもあるし演奏技術もあるので、それぞれの目的によってプロでもフォームを変えようって思ってる方もいっぱいいらっしゃって、正解がこれっていう風に思ってしまわないようにっていうのだけ選択肢の一つっていう風に、具体的にどうやって初歩からこう進んでいったらいいか、ちょっと私自身もあんまり分かんないんですけど、基本的にはいただいたご質問の中から、初歩に近いものからどんどん刻んでいって、ちょっとコアな部分につなげていけたらいいなと思ってるんですけど、実際いただいたもので基礎っぽいものはまずチューニングの仕方がわからないことと、あとは肩当てが合わないっていうお話、これはでもすごいわかります。で、弓の持ち方、私の弓の持ち方がどういう感じなのか教えてほしいっていう、でどんどん進んでいってフォームの固め方だったり、あとは以前お話ししたフレーズを意識した演奏方法と、こういう感じの話をしていきたいなと。今日はこの中からチューニングの仕方をお話ししたいなと思うんですけれども、チューニングはね多分難しいなって思う方は多いと思います。今回これぜひやりたいなと思いました。はい、チューニングの話をしていくんですけど、その中で結構バイオリンの各部位の名称が出てくると思うので、先に今日はバイオリンの各こういういろんなパーツの名前をご紹介していきたいなと。チューニングで使うのはこの上の部分を使うので、この辺からだんだん順に下に下がって、逆かな、普通いいか、まず一番上ですけれども、この部分、ここ渦巻きっていう風に言います。渦巻きでやってんのかな、ちょっとね私も怪しいんで結構ちゃんと今確認しながらやってるんですけど、美しいですね。そしてこう降りてきまして、ここが一番、チューニングで使う部分です。ペグ、ここを回すことによって弦の長さを変えて音程調節をしていきます。ペグです。糸巻きっていう風にも言います、日本語では。でこう弦が4本張ってありまして、こう下に下がります。ここがネックです。もうネックですね、首と一緒、ネックバイオリンの首部分で、こうそこにこうその上に張ってあるこの黒い板、浮いてるんですけど、こうやってこの黒い板を指板と言います。指を乗っける板なので、指の板って書いて指板って言います。でそこから下がっていって、ここですね、これはもう見たまま表板です。で表板、側板、裏板っていう風に言うんですけど、この表板の
ここの綺麗なこの黒い線が持っていた2個模様があるんですけど、これをねパーフリング、パーフリングは綺麗なだけじゃなく横板と表板の差を矯正する重要な役割を担っているそうです。そしてさらに降りていきますと、ここに F 字孔ですね、あのアルファベットの F の G の穴で F 字孔があります。でこれは弦と表板のを渡してる部分なんですけど、端の役割をしています。コマって言います。英語でブリッジです。でそのまま下がりまして、この部分がテールピースです。あの三角、逆三角っぽいとこ、ここにくっついてるこいつが、アジャスターですね。これはさっきのペグっていう、ここでほとんど調弦はここでするんですけど、細かい調整はここのアジャスターでします。子供用のバイオリンには4つともついてあります。大人の方はこの A 線にだけついてることが多いですね。微調整用のチューニングをするのがこのアジャスターです。チューニングアジャスター、テールピース、これはそのまま見た目の通り顎当てです。顎を当てるところなので、バイオリンにしかありません。バイオリン、ビオラのこう顎を挟む、楽器にしかありません。チェロにはないです。顎当てですっていう感じですかね。ここにまあエンドピンの場所があったりとか、他もいろいろあるんですけど、という風になっております。はい、という風な感じで、まずはバイオリンの各部位の名称をご説明していきました。